松本風子大正12年6月22日は、幕末から大正時代の日本画家である、天保11年9月14日、日立国河地郡寺内村に、松本周安の三男として生まれる、名は吉忠田田、陽名は東四郎、通称東吉郎、父周安は、漢方医で、漢学の素養もあり、近所の指定に教えていたという、風子は幼い頃から絵を好み、 一般に人物を描くのに、右向きの顔ばっかりで、左向きの顔は、容易に描けないものだが、風子は左右どちらも、自在に描けたという。最初息子が、絵師になるのを、反対していた父もこれを見て、画人になるのを許し、数え十二歳の風子を連れ帰え、四年秋に、江戸に出て、浮世絵師の歌川国貞への弟子入りを頼むが、断られて帰国している。二年後の替え、六年再び江戸へ出て、 鳥取藩の御用絵師、沖市画に学ぶ。市画わかりの葉や林派、南品派に学んで、農祭華麗な花鳥画を得意とした絵師であり、風子も市画から華やかな色彩感覚を学んだ。安政2年16歳の時、よう我の号で、地元茨城県の実家近くの青うを指示、本堂天井画、天神図などを描いている。一画が亡くなった翌年安政3年17歳で、 谷文町の皇帝で、彦根藩御用絵師、佐竹奈美の画塾に入り、画号を、ええわりと改める。五年後には、塾刀となったが、文久二年前後から、尊能運動に転じており、金能画家として知られた。自身も、剣術を治め、水戸藩の武田幸運祭や藤田小四郎らと交わり、金能刀を援助している。源氏元年天狗刀の乱が起きるとこれに参加。 幕府軍に敗れて一時距離で湿居する。翌慶応元年江戸に戻り、再び画道に先進する。明治元年、歴史人物画の画題を、前見古実に寄っていた風子は、波の許しを得て、菊池要塞に入門、画号を風子に改める。画号の由来は、距離が霞ヶ浦に近く、その一里絵が通称、楓子と呼ばれていたことにちなむ。その一方で、生活の糧として、 輸出賞、アーレンス紹介の依頼で、輸出用尻尾の下絵なども描いている。明治15年、宮内賞より出版された、金定教科書、洋楽公用において、大場学船、竹本石亭、月岡義俊、市、五世田法隆らの候補の中から風子が選ばれ、全7巻62図の差し絵を描き一役名を、とどろかせた。明治20年には、その姉妹編といえる、浮所巻でも、 差し絵を担当している。なお、風子はこの頃まで断髪せず、ちょんまげ姿で通したという。明治21年から明治27年には、末広鉄長らの小説の木版口絵を手掛けており、政治小説などの口絵初期のもので、白黒のものなどを描いている。明治31年、日本美術院の創設に参加、文展解説当初から審査員に挙げられた、歴史画に長次。 第4回内国官業博覧会に、猛虎襲来、壁定館図屏部、第1回文典に、西恩な舞などを発表、大正8年、帝国美術院会員となった。大正12年6月22日没、東京や中発音町の全商案に葬られた。山本勘助画像風古は市である要塞の歴史画を継承し、それを時代へ橋渡ししたと評価される一方で、 要塞の枠から大きく出なかった画家と言われる。しかし、風子が要塞の画風を牧手したのは、明治35年間、日本美術画家列伝の風子の項目によると、要塞の意向が大きく、風子も潮に報いようとしたと考えられる。また、依頼側、当時需要が高かった要塞風を堅持する一方、展覧会出品作は、要塞の図用に基づきながらも、 写実を取り込んだ独自性を打ち出そうとした意欲が認められる。また、初期の宮内庁からの公的な仕事では、一画から学んだ農祭の作品が目立つ。また、旧派の画家とみなされがちであるが、保守的な日本美術協会には反対している。明治10年代に浅草秀久町の自宅に、安宮美堂画塾という私塾を開き、約400人とも言われる門下生を輩出した。 本人は、不干渉の法人主義で、投げやり教育と言っていたが、特に初心者には親切で、温情に富んだ指導をしたという。また、風子や洋裁が模写した、米映画の奮本模写を奨励し、モデルを用いた人物写生も言ったという。主な文下生に、村岡尾東、中島光村、今村志向、宇治田慶村、早見魚修、島崎隆悦、鴨下長子、 高橋博子、前田錦風、小田聖樹、村上大鳥子、岩井昇さん、松本良子、椿桜子、木本大花、中島清高橋松亭、富鳥風、道、上原古年、田中一安、長峰修子、坂巻工業、大久保楓えでく、森作古線などがいる。ありがとうございます。